第1回チキチキボクシーレーサーズイエーイ午前2時半でございます。はい、チキチキボクシーレーサーズイエーイ完全に深夜テンションじゃないですか。ごめんごめん、でも俺このゲーム知らないんでキャノ君教えて。このゲームは、はい、眠い車です。車です。車のゲームです。レースゲーム、わかんないのこれ見て。いや、わかんねえよ。どう見たってレースゲームでしょ。レースゲームだけど、普通のレースゲームなのこれ。だな、じゃあアクセルとかブレーキとかでこう。いや、そこは、入ればわかるから。あ、わかった。入れば。じゃあやろうぜ。いいよ、やろうぜ。やりましょう、やりましょう。ちょっと、反省した？なんか。ちょっと、どうしよう。どうしようか。やっぱやる。いや、やるやるやる。やるやる。やる？やるって。やりましょう、やりましょう。みんなで一人でやんないで置いてかないでよ。でもあとみんなバトルもあるんですね。じゃまずレースからいきますか。そう、これね、レースとバトルがあって、うん、でこのレースゲームなんだけど、普通はねアクセル踏んで、はい、あの動きたい方向に左右でやるじゃん、うん、今動いちゃってるけど、あのじゃなくてもう上から見てるんですよ。あー、はい、それをそっちの方向に倒すとあの車が動くっていう。アクセルとか関係ない。あ、じゃあもう方向キーだけでいいんだ。方向キーだけでいいんで。オッケー。もう誰でもできるから、このゲーム。このゲームじゃない、このゲームね、うん、自暴自棄になってる、大丈夫。みんな、自分の好きな好きな、はい、あ、すいません、あ、俺ハテナがいい。いや、あの、ない、解放してないだけ。ああ。やり込みが浅いんで。あれ、かなり出てない。いや、やり込みが浅いだけだから。みんな今、同じラインに立ってる。スピード、アクセル、ハンドリング、最後なんだろう。リアル。え、なんだろう。ドライビング。ドクター。ドクター。なんでなんでこれ？ドクターちょっと緊急事態みたいな。あれオープンか。あ、3P、あ、大丈夫。え、ちなみに 1P が僕なんで、キャノ。あ、すみません。あ、キャノです。あ、はい。あ、そうでした。自己紹介が遅れました。はい。そして、3P の宮野です。はい。で、2P ヒゲオヤジです。はい。はい。この車なんかレトロです。可愛くない？なんかいいよね。え、ヒゲさんどんな車が？俺オープンカー。え、やっぱそういうお金持ちみたいな感じ。そう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 。まあ言うても俺はね、ビットマネーを220万で掴んだ男ですから。天井掴み。天井掴みしました。ね、その後まさかね60万まで落ちるとはね。やばい。かわいそうすぎて何も言えない。オープンカー変えたよ本当に。で、これスティックとハンドルってのがあるけど、でさっき言ったのが、僕が言ったモードがスティックモードで、ハンドルはいわゆるレースゲームの操作方法。あ、そういうのもあるんだ。そうなんですよ。オッケー。じゃあまずはまあスティックでいきましょう。まあ、スティックがね推奨になってる、一応このゲームは、うん、じゃあやっぱシティからいこうかな。オッケー。どうしようかな、やっぱ何これ。え、いや、あのサードやると次のコースが解放されるから。まあまあクリアできればサードでもいいよ。いや、いや大丈夫、みんなでやってるからどうせ大丈夫でしょ。オッケー。サードから。じゃあ俺オープンカーで、キャノ君がなんかレトロな、かわいい、かわいいレトロな、そう、肌色の。宮野君が、あ、3人しかいねえ。そうだから大丈夫ですよ。あ、本当だ。え、ちょっと待って、でも全然わかんない。そう、スティック倒すだけだから。スティック、スティックをそっちの方向に倒すだけ。あー、なるほどね。あー、消える。俺がもう消えた。そして出てきた。ちなみにこれ、あの画面外から消えると 1P の足元から復活するの。すげえ。そう、やべ、急に出てくるから、あの 1P の邪魔し放題です。すげえ、俺何やってんだろう。あー、これ、誰、あ、消えてる人。俺。え、めっちゃスピード遅いんだけど。何、最後で抜かせば OK みたいな感じの考え。あのね、このゲームね、昔 PC エンジンやったね、モトローダーってゲームにすげえ近いのね。そんなゲームがあったんですよ。で、そのゲームの攻略法もその通りです。ギリギリで、そう、こういう風に画面に全部まとまってるんだけど、コースアウトしたりとかフレームアウトすると出てくるんですよ。で、じゃあ今僕がこう会長に走ってても、うん、最後狙ってるってことですか。今狙いましょう。ダメです。いや、あ、何それ。あ、 X を押すとブースト2。うわ、出た、ずるいやつ。え、何、いや、もう知らないの。知らないわ。知らないの。知らないわ。でもどう、あー、ちょっとわざと消える。よし。あ、やばい。あー、違う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 、押さえた。 OK。 あれ、今のどう。どうだろう。いや、もう1位は自分なんで。僕2位ですか。あれ、2位か。出ない。出ない。出ない。俺絶対2位だった気がするよ今。
2位以下はもうどうでもいい。あ、出た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 、俺2位だ、俺よっしゃ、俺最後抜かれてた。じゃあバトルやろうか。おう、なんかレースだとやっぱレースゲーム好きだから自分が。 あと解放されなかったしね。おかしいな。おかしいね。やっぱ一人でやるってことかな。一人でやろうかな。いやいやいや、みんなでやるからでしょ。オッケーオッケーオッケー。ちなみにこのゲーム8人で遊べるから。あ、すごっ。そう、8人友達いれば。言葉にトゲがあるね。刺さるよその言葉は。じゃあちょっとまた可愛い車で行こうか。なんかでもこいつステータス低い気がするんだよな、オープンか。じゃあ、え、何が高いんだろう。スピードが一番速いのこの黄色い車じゃない。いや、こっちですね。あ、スポーツカーみたいな。こいつ速いよね、絶対。強くないこれ。強い。うん、あ、ハンドリングも高い。あ、ちなみに色変えられるからね、LR で。あ、本当だ。お、この可愛い車しよう。じゃあ俺黒のちょっとマガマガしい感じで。あ、この緑となんか白い屋根のこの感じの車好きなんですけど、わかります。あ、でもわかるわかるわかる。あれでしょ、なんかちょっと動物と森に出てきそう。あ、動物と森。ちょっと予想外の答えが出てきちゃって、もう何も反応できない。え、何これ。コインとスマッシュとペイントとゴールっていうのがあるんですけど、コインは、うん、バニコインがいっぱいばらまかれるんで、それいっぱい集めた人が勝ち。はいはいはい。で、スマッシュは単純に弾き出したら勝ち、うん、で、ペイントはあの地面塗るんですよ、通ったりしよう、はいはい、で、多い範囲を最終的に塗ってる人が勝ち、うん、で、ゴールはこれサッカー。2チームに分かれてってたんですけど、これ1、2になるよね。やろうか。いや、絶対これおかしいでしょ。1人ヒゲさん、ヒゲさん。じゃあ俺対君らでいいよ。いいんすか。いいんすか。いやいや、それでもカットになる可能性が。いや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 、これまあね、君らが負けすぎる可能性はあるよ。あ、じゃあ1回、もうちょっと1回やろうか。もう、うん、もう急になんか元のメニューに戻ってる可能性あるけど。俺レッドチームでいい。読み合いを読み合いここで。いや、どうしようかな。いいよ、レッドだよ。俺、じゃあいいよ、ブルーチームになりたまえよ。いや、これは、マジで何 CPU とかつかないの。 CPU つかないです、そういう。おかねえゲームだな。甘えですよ、CPU なんて。マジで。まあまあいいよ、俺はブラジルサッカーですからね。あ、ボールいっぱいあるじゃないですか。あ、なるほどね。あ、ちっちゃいの、もしかして点数高いとかあるんじゃないですか。マジで。いやー、嘘だろ、嘘だろ、なんだよそれ。あー、違う。あれ、ダメだ。よっしゃー、勝った。はい、なんか持ってきました。なんかありました。何かありましたね。なんかありましたね。なんだろう。大丈夫、使おう、あのまま使おう。チームしか使わない。違う。シングル。またね、また終わるから。じゃあシングルで、はい。そうそうそう。じゃあこれ OK で。OK。落とせばいいんだよね、これは。落とせばいい、相手を。簡単ですよ、もう。じゃあ引きつけてか。引きつけて、あ、なんか押し相撲的な感じですよ、ね。そう。だって多分走りに行けばいいんでしょ。走りに行って、でギリギリ避ければ。なんか1対2っぽいんだよな、もうすでに。行けー。行かねえよ。行けー。あ、おっしゃ、避けた。避けた。ああ、これなかなか落とすの難しくないですか。はい、あ、ちょっと待ってね。え、ん、うん、ん、ん、ちょっと待って。どうすればいいの、これは。どうすればいい。いや、あ、いいよいいよいいよ。キャノンが、でも、待って待って。ブーストを使う。あ、ブーストない、ブーストはない。あ、でもライフがある。なんだあれ。あ、爆弾が。嘘ぞ。爆弾が。ちょっと違う。あれ、自爆、あらららら、やばい。だから自分のスピードで。あ、違う。あ、違う。落ちた。あ、爆弾弾き飛ばせるんですね。あれが大事なんだね。これ、あ、よし、あ、やばい、自分の、あ、違った、自分の感性で意外と、やばい。どうすればいいんだ。あ、だいたい、よいしょ、あ、違うだいたいみんな自滅してる。危ない、怖い、いけ、あー、当たんない。なんか走りたくない、走りたくない。何あれ、走るとあ、違う、バックしたよ。あー、何があれ。俺ライフ消えた。あ、え、ちょっと、あ、よし。イエーイ。え、何、一人相撲。ライフがあった。誰と戦ってんの。誰と戦ってんのか分かんない。一人、自分と戦ってんだけど。そうだね。半分くらい自滅してましたね。もう一回行こう、もう一回。スマッシュでいいですか。スマッシュで。じゃあもう一回、このまま行きましょう。
これ最初ヒゲさん面白いですよね。うん、いけー、うらあよし、あーだ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 ーそっちじゃねえんだよ。真ん中に、真ん中によ、真ん中に、真ん中にいる。確かに、もう小刻み、小刻み。あー違う違う、うっ、うわー違う違う違う、危ないなよし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 、だから爆弾だよ、いや爆弾だ、爆弾、爆弾ぐらい結構弾き飛ぶね。おー、いいよ。あ、違う違う、なんでそっち行くの。だだ、やめて。あー、爆弾。これ止まってる方が勝つんじゃね。あー、ちょ、びっくりした。よしよし、ね、止まってるやつ、止まってるやつ狙おう。止まバックが、よしよし、止まっ、止まっ、あー、危ない、違う違う違う、走るな、おー、走るな、走るな、走るな。違う違う違う、そっちじゃ、おー、危ね。あ、爆弾食らうとしばらく動けなくなるっぽいですね。よし、よしよし、なるほど、難しい。あ、うわ、なんか取った、うわ、なにやそれ、やばい、あと、あ、やべ、超強い。あと1機しかない、あと1機しかない。あ、でも 2P を、あ、2P を、あー、メロン、あ、爆弾、爆弾、違う違う違う、ちょっと早く終わってもらってもいいですか。早く終わってもらってもいいですか。あ、違う。やーべ、宮野くん強い。あれ、あれ、おかしいな、レースは多分、争い事が好きなの。そういう構想とかね、人としてどうかと思うよね。よくないよ、そういうの。よくないよ、うん、平和で行きたい。うん、なんか一言。頑張んないで、頑張んないで。何、ちょっとうるさすぎた。ごめんね、ごめんね、ごめん、黙る、ね、静かに運転する。静かに運転します。運転する、うん、やだ、運転に集中しないと。車に乗って性格変わる人嫌い。いや、嫌いじゃないですよ。うん、まあ、僕の場合ね、車じゃなくてあれだけどね、あの録画ボタン押されてから性格変わるからね。確かに病気、それは。動画撮る人のよくある病気。そうそうそう、うん、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。こちらクリックタップするとチャンネル登録できますよ。さらに登録した後にベルボタン登録してくれるといち早く動画に気づくことができます。合わせて登録をよろしくお願いします。さらには他にもこんな動画があるんです。ぜひそちらも見てください。バイバイ。